ようこそ。今日はサンラリー株式会社が経営するカフェルポアンルージュを紹介していきたいと思います。岐阜市西湯面にあるフランスをモチーフにしたおしゃれカフェです。それでは行ってみよう。ルポアンルージュの外観はパリのおしゃれなライフスタイルショップをイメージして建てました。コロナ禍で海外には行けないけどさ、パリに行った気分になれるよね。このお店は社員の発案でカフェの運営を2017年から始めました。私たちは就活している時にサンラリーはアパレルの会社だと思ってたけど、カフェ事業もやっていて魅力的だなと思ったよね。うん、しかも事務職の人が運営してるらしいよ。自家製のパン屋の様子、パンが焼き上がりました。パタパタ。何が焼き上がったの？食パンだ。うわー、ふわふわそう。焼きたてでかぶりつきたいね。すごい、ツヤツヤで美味しそう。手に持ってるの何？定規？でかでも中を覗くと一つ一つこだわりを持って焼いているのがよくわかるね。バリスタのラテアートが楽しめますよ。わあ、何ができるの？ん？何だろう？ハート？かわいい。かわいい。メニューは社員で意見を出し合って考案しているそうですよ。わ、美味しそう。お腹空いてきた。ねえ。右下に見えるのはシチューかな。美味しそう。これはフランスの郷土料理のブフブルギニョンっていうらしいよ。へえ、難しい名前。スイーツもいろいろあるね。ね。社員の憩いの場として利用されています。福利厚生として社員割引もあるんですよ。へえ。カフェラテって喉に詰まるっけ？まああるやん、そういうことも。確かに。ゆったりとしたスペースで仕事の息抜きにもなるね。ね。ルポアンルージュおすすめの席の紹介です。このソファ家に欲しい。いや大きすぎるでしょかわいいこのソファ。二人で座りたいね。特別な人と座りたい。マジか、振られた。可愛いポスターがあって写真映えする贅沢ソファー。今日はルパンルージュの紹介をしました。ランチがすっごい美味しかったね。あとあの雑貨とかもフランスをモチーフにしたものもいっぱいあったし、アパレルもたくさんあってとってもワクワクした空間でした。ルポアンルージュに来てみたいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイビー。